皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレの小杖です。というかガズレレの妻の小杖です。今日はレッスン動画ではなくて私が出てきたということはグッズのご紹介をさせていただこうと思います。ということでこのウクレレは一回置いて、何のご紹介かと言いますと、実はですね、5月のガズレレ生誕10周年イベントの時に一つね、グッズを先行発売させていただいたんですよ。で、最近 T シャツとか発売をね、G マークの T シャツとか、あとは G マークのトートとかを最近ご紹介させていただいたんですけども、それとはまた別にもう一つそういうね、グッズがあったんですよ。で、何かと言いますと、それもトートなんですけども、それがその生誕10周年のイベントの時に、本当に嬉しいことに完売しちゃったんですよ。で、本当だったら、それが終わってから、そのままね、そのすぐに、ネットで販売を、こちらでもっていう風になったんですけども、ちょっとね、入荷までに時間がかかって、で、この度やっと我が家に到着いたしまして、それは何かと言いますと、じゃじゃじゃん、こちらでございます。トートバッグなんですけども、前回のね、Gトートとはちょっとね、形が違う、プチトートというか、小さめのトートなんですよね。で、ここにガズレレのタグがついていて、で、これがイラストが入っています。これウクレレなんですけども、私のイラストでございまして、そしてここに楽しむ器って書いてありますよね。で、これはガズさんがね、よく言っているウクレレっていうのは音楽を楽しむための器なんだよ。っていうふうに言ってね、でだからもう歌が大事なんだよとかってよくガズさんがね言ってるんですけども、その言葉をここに入れさせてもらってます。でこのねイラスト、まあ個人的によく描けたなというふうに思うんですけども、でこれをね去年のガズレレのそのイベントの時に私が布にこの通りに刺繍をねして、でそれをポーチにして、で一つ販売させていただいたんですよ。でそれがその生誕あがとガズレレのその去年のイベントの時に一緒にねその子もツアーに回って、で皆さんにちょっと見ていただいて、やっぱその刺繍とかってなんていうのかな、こう画像だけじゃなくて実物の感じっていうのをねこう見ていただくと、すごいやっぱね好きな方はもえっとするかなというふうに思ったので、一緒にね旅をしてみたんですけども、ですごい皆さんも喜んでくださったんですけども、1個しかないんですよ、それが。で、あ、一個なんだっていうふうに、やっぱその時思った方たくさんいらっしゃったみたいで、その声もね、いただいて。で、このイラストを、なんかこう、皆さんにもね、こう手に取って、なんか暮らしの中で、こう使っていただける、ガズレレライフに使っていただける、なんかグッズできないかなというふうに思った時に、そっか、これは印刷して、こういうふうにすればいいんだと思ったんですけども、ポーチにしなかったんですよ。で、なんでかというと、その刺繍をね、知っていただけたら楽しいかなというふうに思って、で、もちろんね、このまま使っていただいても全然シンプルで、すごいこのイラスト自体が映えて OK だと思うんですけども、もしかして、このイラストにちょっとご自分なりのね、こう、色をつけられて、自分だけのトートバッグみたいな感じになったらね、楽しいかなっていうふうに、こう、思って、で、そのポーチでその印刷をしちゃうと、なかなかね、こう、針がね、通しづらいんですよ。なので今回はあえてそのすぐパカッとね開いて縫えるような感じのこの小さめのトートということにさせていただきました。でそのガズレレ生誕10周年のイベントの時に私がこんな風にやったらどうですかっていう風にこんな感じ でこれはですね刺繍糸の1本だけを使ってもう並縫い、ひたすら並縫いっていう感じなんですが、で、ほんと並縫いだから、なんかね、お裁縫とか縫い物が、なかなか初心者の方とか、あまりやったことない方も、チャレンジしていただけるかな、っていう感じでね、こんな感じにしています。もうほら、こうやってね、わかりますかね。シンプルな方も可愛いし、こっちのね、色がついてる方も可愛いっていう感じで。で、このね、イラスト等々の、例えば、どんな感じが、サイズとか、あとはなんかこう、ご購入方法とかね、そういうものは概要欄の方でご覧になっていただけるようになっていますので、ぜひぜひね、気になる方はチェックしていただきたいなというふうに思います。
で、このね、刺繍の仕方というか、ポイント、こんな風にすると楽にできますよとか、こんな風にしたらどうですかっていう動画を、この後に、付けさせていただきますので、ぜひ興味ある方は、そのね、ヌーホのことも興味ある方は、ぜひ引き続き見ていただけたらと思うんですけども、あと、このトート、どんなサイズっていうかね、こんな感じではあるんですけども、ちょっといまいちね、こう、ピンとこないなっていう風に思ってらっしゃるかもしれないので、具体的に入れてみようと思います。例えばですけど、こんな感じ。カポと、そして、チューナー。ここまではね、普通に入りますよね。そして、お財布。もう長いね、お財布が隠れるかどうか。ほら、ちゃんと、こうやって収まるんですよ。そして、スマホ。スマホも、もうこうやって、収まっちゃうっていう感じなので、大きさ的にこう想像していただけるかなというふうに思うんですけども、ほら、こんな風に入ってます。で、あとは、例えばね、ハンカチ入れたりとか、ちょっとした消毒とかね、マスクとかも入れても全然 OK だと思いますね。なので、こうちょっとね、みんなでね、ウクレレやりましょうよとかっていう時に、これを、必要なものをね、小物を入れて、で、何気なくね、持って行って、あら、なんかこれ素敵じゃない?なんていうふうに言われたら、私もちょっと嬉しいんですけども、そして、なおかつ、こんな感じで、ご自分のね、こう、色をつけて持っていったら、さらにいいんじゃないかな、なんて思ったりします。本当ね、刺繍とか、こういうちょっとしたね、なんか、書くんでも、マジックとかでね、そういうなんか油性のマジックとか、なんかそういうなんかこう布にかけるマジックみたいなのもいいと思うんですけども、ちょっとしたね、ご自分の色をね、こう入れると、さらにね、愛着が湧きますので、ぜひぜひチャレンジしていただけたら嬉しいな、というふうに思います。ということで、これからね、夏のイベントとか、あと夏休み、あ、そうだ、夏休みといえば、例えばですけど、お子さんがガズレレをやってらっしゃるとか、あとはお子さんと一緒になんかね、こう作るんですよ、作んなきゃいけないんですよ、なんていう時に、これもね、いいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ということで、この後に、このね、刺繍のやり方とか、ポイントの動画をお付けさせていただきますので、皆さん、素敵なウクレレライフを一緒に過ごしましょう。ということで、作り方動画、スタート。こうやって、一本だけ糸を抜いて、針に、通して玉を作ります。じゃあこれを縫っていくんですけど、今回はこのストライプにしようと思うんですよ。こんな感じに、こういう感じに。で、まず最初に基本になる線を作るんで、ここをね、使ってうまくそうしようかなというふうに思ってるんですけど、ちょっと印をつけてこの辺からっていう感じで、で、なんとなく決まったらもう待ち針は外しちゃって、まず糸を引きます。で、こうね、この辺かなって一応こう針を当ててみて、まあまあいいかなって思ったら、じゃあスタートしますね。これはね、まっすぐに絶対したいなっていう方がこだわる感じで、あんま気にしなくて自由だったら、もうこの辺はね、行き出し好きなところからスタートしていいと思いますね。で、これぐし縫いっていうふうに言うんですけど、こう一回一回下まで通さないで表だけを見ながら縫う感じなんですが、こんな感じでね。で、その時にこの糸となんとなくね、こうちゃんと同じ感じになってるかなとか、あとはどんどんこう針を伸ばしていくと、このね、ウクレレのここに当たるので、あ、だいたいいい感じって、なんとなく自分の中で、お、いけるかなって思ったら、進んでみるっていう感じね。そうすると、ほら、1、2針縫えてますね。で、これを続けていくって感じ。で、この縫ってるとこと、縫ってないとこの、その、感覚は、もうお好みっていう感じなんですけど、なんとなく、その、あんまり、縫ってないところを狭くするよりは、ある程度縫ってないところも見えてる方が、なんかステッチ感が出て可愛いかなって思いますね。こんな感じで、こうまたに合うかどうか。あとは、こっち側の、その、もともと縫った糸となんとなく、こうね、揃ってるかなっていうのを確認してもらえると安心かなと思いますね。
そうするとこんな感じで、これをねこっちまで進めていきます。で、少しぐらいねゆらゆらするのも本当手縫いっていうかね、手で刺繍してる味なので、あんまり神経質にならずに、自分で使うものだしね、こうなんとなく見てたまにね、あ、いいかなっていうふうに。で、針を引っ張るときに急いで引っ張っちゃうと結構絡まっちゃうんで、針はねゆっくりこう糸をね引いてあげる感じがいいですね。急いで引くとやっぱあと突っ張っちゃうからね、ゆっくり引いて、で最後ここね、ここで終わりたいじゃないですか、縫ってるところが。それを考えながらどのぐらいで、もしこのままこういくとこれで終わっちゃうから、縫ってないところが最後になっちゃいますよね。じゃなくってこの辺で、ということは少し調整して、あ、こうなれば最後ちょっとここ残ってるから縫う形で終わるかなとかね、これで縫ってみるとここまで来て、最後はまだ少し残ってるからここに上で縫える針を入れて、で今度は隣に移ります。隣に移る時のここからここの間隔はこれもお好みなんですけど、今回私はこの縫ってあるこのねステッチの幅と同じぐらいにしようと思います。そうすると次の段に来たので、これをとまた同じように、今度はもうここにガイドがあるので、これとこう平行になるべくなるように縫っていく感じですね。でこれをずっと縫っていって、今度はまたここに当たるじゃないですか。この中は刺繍はしないから、ウクレレのボディだけに刺繍をするので、またどの辺のバランスがいいかってちょっと考えながら、じゃあここで抜いて、で次こっちに移りたいですよね。その時はまずは上から入れて、今度次のこっちですね、反対側の方に出してあげる、こんなイメージですね。でこれで引っ張る。でこの時にすごい引っ張っちゃうとまたギューってつっちゃうから、ほんとピタッとこうね糸が止まったところでもう止めてあげるようなイメージですね。そしてまた反対側に移ったら同じように平行になるべくなるように、でまあ平行になるようにってさっきから言ってますけど、まあ何回も言ってるけど神経質にならないで、多少ねゆらゆらしてるのは可愛いと思います。最後の上からのステッチ用に入れて、また次の上に針を持ってきますね。でそうするとまたほらこうやって同じように縫っていくと、こうやってねなってくっていう感じです。であんまりこれね根詰めてやってると肩も凝っちゃうから、たまにねこうやってお茶とかを飲んで、うん、美味しい。でまたね続けていくっていう感じ。あとはねこう手が空いてる時にやってもらえばいいから、こういうところであえて終わっといて、なんかカゴにでも入れといて、またね手が空いたらじゃあここから縫おうって言ってこうね進める感じでいいですよね。こう時間をね楽しく使ってもらえればなっていうふうに思いますね。すぐ出来上がっちゃうと逆につまんないかもしれないから、今回はこのね弦と弦の間も私は縫えるところは縫っていこうと思うんですけど、こういうところはほら細かいじゃないですか、線が細いっていうかね。でももしかしたらこっちとかどんどんこう上に来て、こういうところは縫えるかもしれないので、こういうところになったらこうねうまくこう橋渡しをしていくっていうねイメージで、あまり細かいところまでねやっていこうとは、まあ、思わなくてもいいかなって感じですね。なので3弦と2弦の間ぐらいにちょっと青を入れてみると、ここからそして2弦と1弦の間にも少し色を入れて、この外に出るって感じ。
かるかな、ほらこんな感じです。これを、まあ、したかったらしてもらって、いやいやそこまではいいんじゃないかなってなったら、もうこの弦のところの間は飛んじゃっていいかなっていうふうに思います。ほらこんな感じ、このね間に少しこうね、弦の弦と弦の間にこう青が入ってるっていう感じですね。でこんな感じでね、途中まで来て糸が終わるなっていう時なんですけど、今回はね糸が1本なので、あんまりねこう結んでもかさばらないと思うんですよね。こうゴマゴロゴロしないっていうかね。なので普通にこうやって玉留めをしていいと思います。こんな感じでね。で気になるとだったらもう一回ちょっとしてもらって、でこの糸をこのまま切るんじゃなくて、ちょっとねこう、こういうところに逃がしてあげて、こんな感じで逃がしてあげて、でそれをカットするといいかなと思いますね。こんな感じで、でまた新しい糸でここを縫っていくっていう感じですね。これをいい時間を使って楽しくこうね、あのお茶飲みながらとかテレビ見ながらとかラジオ聞きながらとかでこうね作っていっていただけたらいいかな、ウクレレの合間にと思います。ちなみに、だからこうやって、ウクレレってこうやって持つから、一弦のね、この隙間があまりにも狭いので、もうこの黒い弦にかかって刺繍をしてみました。それでもなんかほら、結構かわいい。いい感じでフレットに見えなくもないっていうね。こんな感じで本当自由に刺繍をね、してもらえればいいかなと思います。このね、サウンドホールの中とか、あとこのペグ、こういうところは刺繍をしないで、あとここもか、これなっちゃったっけな。あとこういうところもね、刺繍しないと、こうやって結構ほら、奥行きが出るっていうかね、全部しちゃうんじゃなくて、かわいい。ほら、ボーダータイプでございます。私がよくやるこのね、まっすぐのストライプの方だと、このね、ネックのところは、もうこの、ただ見えるところを縫っていけばいいから、まあ結構そっちの方が楽なんだけど、最初のね、線をこう、一本、基本線を取るときに、ストライプだと長く取んなきゃいけないから、そこがね、ちょっとまあコツがいるかなっていう感じだと思います。あとはほんとね、もうこのウクレレの通りに、こうやって刺繍をね、こう、ずっとしてっても可愛いかもしれないし、あとはなんだろうな、特に線は関係なしにね、なんかこう好きなこう点々点々とかねしても可愛いと思うので、あと色が変わるだけでもできた、完成。